風と共に去れ。開幕だ。これで装置は完全に止まったよな。はあ、焼けつくような痛みもなくなった。オイラたち、アビスの計画を阻止できたってことか？はあ、確認させてくれ。ダインのやつ、かなり落ち込んでるんじゃないか？昔の戦友とこんな形で再会するなんて。行こう。申し訳ございません、末光の剣ダインスレイブ様。あの時俺は民を守ることができませんでした。いや、この500年、貴様は自分の責務を果たしてくれた。今でも貴様たちは俺の誇りだ。ファンルイアは滅亡していないんですよ。だってこうしてあなた様が立っているんですから。うん、だから復興の必要もない。ここには奇妙な力がいくつも集まっている。魂を目にしてもおかしくはないだろう。だがこれ以上深いところを探索するつもりなら注意する必要がある。ああ、気をつけるよ。ところでダインは一緒に来ないのか？さっきの装置で少なからずダメージを受けた。体が癒えるまでしばらく時間がかかる。そうだったのかって、そんなのとっくに気づいてたぞ。ダインにも休みが必要だと思うぞ。例えば、休暇を取るとか。休暇？俺に似つかわしくない言葉だな。俺にはまだなさなければならないことがある。今この時も、運命の食器の計画は進んでいるのだからな。ここの増幅装置もあの計画と何か関係があると疑った方がいい。気遣い感謝する、雇用主。次に会う時、貴様が向こう側になっていないことを祈ろう。まったく、最後にあんなこと言うなんて根に持つにも程があるぞ。お前のお兄さんには会えなかったけど、手がかりはいっぱい手に入ったな。旅を続けてればいつか会える日が来るさ。そしたらちゃんと仲直りするんだぞ。な、忘れるところだった。オイラたち、ヒルチャールの変わった行動を調べにここへ来たんだったよな。ひとまずコーフさんに報告はできるけど、どこから話せばいいんだ。ここ、とりあえず依頼のことは忘れないようにしとこう。
you